皆さんこんにちは。私の愛したファミコンロックマン2始まります。今回はロックマン、ですか。これはまたドメジャーな作品持ってきたんだぜ。日本で一番有名なシューティングアクション、と言っても過言ではないかもしれませんね。ああ、俺も大好きだ。特にこの2はもう何回も何回も繰り返しプレイしたな。初代ももちろん名作ですが、この2がファミコン版ロックマンを決定づけたと言っていいでしょう。それじゃあ最初は、と。君に決めた、お、しょっぱなクイックマンだぜ、おうよ。子供の頃はメタルマン一択だったけどな。大人になってからは大体クイックからだよ。ちなみにクイックマンは今作はもちろん、ロックマンシリーズ通しても最強ボスの一角ですね。そんな強い敵を最初で大丈夫なんですか？確かにクイックマンは強いけど、それだけに得られるものも大きいしな。得られるもの、ですか？みんな知ってると思うけど、ロックマンシリーズは倒したボスの能力を特殊武器として使うことができるぜ。それがロックマンの一番のお楽しみでもありますね。ロックマンシリーズでクイックマンの武器が一番好きだからな、俺。やっぱり最初に取っておきたいわけよ。この部屋は真っ暗になっちゃうんですね。おうよ。でも落とし穴とかはないから怖がる必要はない。さっきから出てる、このイーインっていうのは何なんですか？これはクイックマン専用ギミックのレーザーだぜ。当たると即死だから止まらずにさっさと進むんだぜ。即死ですか？恐ろしいです。とはいえ、クイックマンステージはこれくらいしかないですからね。レーザーさえ突破できればボスまですぐです。よし、抜けたな。で、こいつか。うわぁ、ロボに乗ってますよロボ。多分こいつがロックマン2での最強雑魚だぜ。高い耐久力と攻撃性能を持ち、なかなかノーダメージでの突破を許してくれません。何より復活するのが最高にうざいですね。え、復活するんですか？まあ見せればわかる。見せれば。あ、また来ましたよ。もう一体来ましたよ。今作はちょっとでもスクロールを戻すとすぐ敵が復活するから、弾を避けようとして後ろに下がるとこうなっちゃうぜ。さてさて、初ボスはどうなりますか、と。シリーズ屈指の強ボスであるクイックマンですが、避けることよりもダメージを与えることに集中した方が突破率は良くなると思います。こいつの動きは避けようと思って避けられるもんじゃないからな。わ、すごいスピードと動きです。クイックマンの名はだけじゃないんだぜ。記念すべき初ゲームである。ああ、やられちゃいました。なーに、こいつはやられてなんぼ。次、ボス戦でやられた時はすぐやり直せるからありがたいぜ。こうやって段差にはまった時にいかにダメージを与えられるかが肝なんだよな。あと少しです。やったー、勝ちましたよ。まあ体力全開なら勝率7割ってところじゃないか。これでクイックブーメランゲットだぜ。さて、お次は、当然お前だよな。まあこれは鉄板中の鉄板だぜ。メタルマンの能力は、間違いなくシリーズ中ナンバーワンの最強武器ですからね。性能、燃費、威力、どれをとっても全くと言っていいほど好きがないからな。そんなに強い武器ならボスも強いんじゃないですか？正直ボスは雑魚だから大丈夫だぜ。そういう点から言っても、最初にメタルマンを選ぶ人が多いんじゃないかな。やっぱ。あ、今使ってるのが、さっき手に入れたクイックブーメランですね。クイックブーメランの特徴は、なんと言ってもその燃費と連射能力の良さでしょう。思う存分無駄打ちを楽しみましょう。ちょっと遊びすぎたな。だいぶ食らっちゃったぞ。まあこいつらで回復できるかな。メタルマンステージといえば、やっぱりこのドリルだぜ。倒してもウゴのタケノコのように次から次へと生えてくるので、ここで回復や位置アップ稼ぎをするのもいいでしょう。
やっぱりここでブーメランを使うのが最高に楽しいのよね。お、来た来た。回復できました。よかったです。床が動いて危ないです。ここは下手にジャンプしない方が安全かもな。やはり名曲やの。ロックマンシリーズのステージ曲は外れがないぜ。クイックマンステージではゆっくり聴いている時間がなかったですからね。できるだけステージ曲も聴いていきたいですね。あはは、なんだか面白い敵ですね。こういうちょっとしたギミックを持った敵もロックマンシリーズの魅力だよな。お、ボスか。メタルマンならこれでもいけるかな。体力半分くらいしかないですね。ウプ主がよっぽど下手こかなきゃ大丈夫だろうぜ。さあさあ、しっかりフラグを打ち立てたところでメタルマン戦です。わわ、床も動くし大変そうです。実際やってみると見た目ほど大変じゃないんだけどな。避ける方に集中してついでに攻撃する感じでやれば。と言いつつこの私気である。くっそ、ちょっと雑にやりすぎたか。なあに、ここからノーダメージ撃破ですよ。よしよし、まずは回避に専念して。よっしゃ、このまま決めちゃるぜー。あ、まあたまにはメタルマンにも花を持たせてやらないとな。知ってた。さすがにメタルマンに負けるのは恥ずかしいですね。やめて、それ以上はやめて。ははは。ちなみにメタルマンは近づくと場所を移動するので、ポンと奥から攻撃する方がいいでしょう。うん、雑魚か、雑魚かっこいっぱい。まあ、ウプ主さんならこんなもんでしょう。お気遣い痛み入りますよ。でもこれで強い武器が手に入ったんですよね。おう、もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな状態くらい強いぞ。メタルブレードゲットだぜ。ロックマン2といえばこれがなくっちゃ始まりませんね。次はバブルいくか。さてと、早速お披露目ですよ。これがメタルブレードですか。ボスが使ってたのとそっくりですね。メタルブレードは、無限の射程、全方位攻撃、貫通、低燃費、高連射、と、あまりにもオールマイティな完全にチート武器です。なんだか凄そうです。正直ステージ攻略はこれ一つあればまず困らないぜ。燃費もいいからエネルギーがなくなることもまずないしな。本当に強すぎる武器だよ。あ、本当にいろんな方向に攻撃できるんですね。おう、これであらゆる状況に即座に対応できるからな。
して一部の敵への貫通性能、プラス水中ではジャンプしないで敵を攻撃できるので、針に当たってやられるリスクも抑えられます。いいことずくめです。ほんとそう。そんな感じ。例えるならお弁当に自分の好きなものしか入ってないような、そんな気分。正直わかりづらいぜ。でも世のお母さんは彩りや栄養を考えてブロッコリーやミニトマトを入れてくれるのであった。ここはやっぱブレードがあると楽だわ。ブレードがあればここでも1アップ稼ぎが可能ですね。いて、なんだよ、結構硬いな。カエルなのに。ここはカニが降ってくるからな。慎重に行くか。よし、ボス到着だ。体力も満タンだぜ。あ、ここはボス戦も水中なんですね。バブルマンは攻撃力も高くなく、これといった脅威はありません。適当に攻撃していれば勝てる相手でしょう。ま、上の針だけに注意だな。あ、本当だ。上に針があったんですね。気がつかなかったです。いてて、やばいな。もうちょっと丁寧に戦わな。よし、勝ったな。どう見てもゴリ押しだったんですが、それは、カチャーいいんだよカチャー。まあバブルマンとエアーマンに関しては下手な考えなんとやら、という感じではありますね。これで3つ目の武器ですね。バブルリードは汎用性こそ低いものの、ある意味クリアの最重要武器の一つですね。でも俺、この灰色が結構好きなんだよな。最後は、お前だ。お、ウッドマン、こいつはなかなか強敵だぜ。最初に皆が苦戦するのは、クイックマン、ウッドマン、エアーマン、クラッシュマンの4体でしょうね。わぁ、今回は森の中からスタートなんですね。ウッドマンだしな。そしてバブルリード涙目わらわら。ま、まあさすがに泡でステージ攻略はきついわな。持っててよかったメタルブレード。ここもメタルブレードのためのステージみたいなもんだからなぁ。わぁ、おっきいロボットです。こいつもブレードがあれば生き殺やせ。ここはクイックで行くか。ここもブレード大活躍だな。あ、下に敵が。って、どこにいても攻撃できるんですもんね。鳥が落としてくる卵は、地面にぶつかると、小さい鳥がたくさん出てきて危険ですが、ブレードなら落ちる前に倒しやすいですね。
こはバブルリード使ってあげてもよかったかな。まあいいか。ここを抜ければボスだな。わ、わ、ニワトリさんが走ってきました。このニワトリは倒すこともできるけど、勝手にジャンプしてくれるから避けちゃった方がいいと思うぜ。やたらと硬いからな。このニワトリ。さーて、この体力で勝てるかな。強敵ウッドマンですが、通常ショットではゴリ押しがまず通用しません。ここは飛んでくるシールドと、落ちてくる葉っぱをしっかり避けていきましょう。何が強いって、こいつの攻撃やたらダメージ食らうんだよな。あぶ、あー、やられちゃいました。ま、ウッドマンはこんなもんだろうぜ。気を取り直してもう一度行きますか。でまあ、うし、同じ相手に二度負けるような俺じゃないぜ。あまり無駄口は叩かない方が身のためだぜ。うご、この落ちてくるのが最高に厄介なんだよな。やっぱりこっち側のが避けやすいのか。前半はあんまり欲張らない方がいいのかも。こなくそう。ああ、同じ相手にイカ役。ゴリ押し神話崩壊の瞬間である。あまりにも早い崩壊だぜ。わらわら。次じゃ次。痛いなぁ。こっち側ではあんまり無理しないようにしないとな。ここはしゃあない。逃げろ逃げろ。ここで攻めろ。おおおお、もう一丁。これでしまいじゃあ。勝ちましたー。3度目の正直だぜ。やはりウッドマン、侮りがたしですね。まあパスは使わんかな。視聴者プレゼントということで一つ。以上で私の愛したファミコンロックマン2パート1おしまいになります。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。
皆さんこんにちは。私の愛したファミコンロックマン2パートに始まります。今回は8ボス後半戦だぜ。残り4体ですね。弱いボスばかりですし、サクッと行きましょう。さあて、ドイツから行こうかな。やっぱりお前だな。非常に個人的な理由でクラッシュマンになりました。早速だけどハイパー無言タイム突入だぜ。クラッシュマンの曲、なんだかすごく楽しげな曲ですね。実はうつ主は2ではクラッシュマンの曲が一番好きなんだぜ。おう、確かにロックマン的なかっこいい曲ではないんだけどな。この軽いリズムがなんかすごい好きなんだよな。あ、今使ってるのが前回最後に手に入れたリーフシールドですね。リーフシールドの仕様は少し特徴的で、シールドを貼った後、方向キーを入力した方向にシールドが飛んでいきます。そうなんですか。それじゃ移動できないんですね。そうだな。だけど今みたいに動く必要がない場合なんかに進化を発揮するな。お、ラッキー。雲を越えて、どんどん上に登っていくんですね。そうだぜ。最後は宇宙まで登っていくんだぜ。宇宙ですか？この壮大さもクラッシュマンステージの魅力さね。さてと、こっからはリーフシールドちゃん大活躍ですよ。ああ、卵が割れて小鳥さんがたくさん出てきましたよ。そんな時、持っててよかったリーフシールド。リーフシールド唯一の見せ場と言ってもいいかもだぜ。メタルでも対応できないことはないけどな。やっぱここはシールドでしょ。いて。快適快適。と言いつつちゃっかり食らううつ主さんである。わあ、本当に宇宙まで来ちゃいましたね。でも正直、なんでクラッシュマンが宇宙まで来るのかよくわからないぜ。確かにな。能力的には地下とかそっち系な感じがするけどな。お、というわけでボスですよっと。何も知らずに戦うと非常に強敵なクラッシュマンですが、特徴さえ掴んでしまえばあとはさようになります。あれ、なんだか左右に移動してジャンプするだけですね。これしかしてこないボスなんですか？いや、そういうわけじゃなくてな。クラッシュマンはロックマンがショットを打つとジャンプするっていう特徴があるんだ。だからタイミングを見て、ジャンプしながらショットすれば、うまい具合にクラッシュマンに攻撃を当てながら相手を避けることができるぜ。へぇ、そうなんですか。これを知らずにやたらめったら攻撃してると、空中からの爆撃攻撃で手も足も出せずにやられることも多い。敵の攻撃の点滅で画面が非常に見にくくなっております。ご視聴の際はご注意ください。もう少し端っこまで引きつけた方がいいみたいだな。いててて、これ以上食らうと危ないぞ。
なんか追いかけっこしてるみたいで笑えてくるぜ。やってる方はお互い命がけなんですけどね。お、これで安定だな。バイクラッシュマン勝ちました。ま、ここはノーミス安定でしょう。クラッシュボムゲットだぜ。クラッシュボムも使いどころは少ないものの、要所要所で活躍する装備ですね。それじゃあ倒せないエアーマンいきますか。エアーマンがニコニコで一世を風靡したのも今は昔だぜ。もう10年近く前だもんな。あはは、なんか雷様みたいのが出てきましたよ。まったくこいつの角に何回落とされたことか。エアーマンの曲って実は結構オシャレ感あるよな。ロックマンのステージ曲はどれも飽きさせない作りになっていて、実に感心させられますね。ここもメタルブレード大安定だな。ブレードはどこに行っても大活躍ですね。後のシリーズの武器を見ると、このメタルブレードがいかにやりすぎだったかってのがよくわかるな。3でシャドウブレードを使った時のあのがっかり感わらわら。あれは、まあ、言ってやるな。よし、ここを抜ければボスかな。あ、また雷様ですね。ここは間に足場がないので、角の引っ込むタイミングを見極めてジャンプしましょう。あ、まだ扇風機がいたか。まあブレードの餌食ですよ。お、ついたついた。なんだか長く感じたな。エアーマンの攻撃はウッドマンよりもさらに避けづらいので、下手に避けようとせず、突っ込んで攻撃した方が倒しやすいでしょう。うおー、来なくそう。ああ、ま、中途半端にやるとこうなるぜ。つまりあれだ、確実に避けられるのだけ避けてあとは特攻すればいいわけだな。ぶっちゃけ一切ジャンプせずに進みながらショットを打っているだけで勝てます。それを言っちゃおしめえよ。あるそしてこのノーダメージである、は、はは、ゴリ押しなんていらんかったにゃ。こんなん10回やって1回あるかどうかだよな。お待ちかねの下前タイムだぜ。皆さんコメントの準備はよろしいでしょうか。あからさまな米稼ぎだが気にしない。下前。下前、ロックマン2といえばやっぱこれだぜ。おにぎり詰めてと、下
下前と、実家はロックマン2三種の神器と言われていますね。言われてねえだろ。と、お次はヒートマンだな。最弱ボス来たこれ。おそらくシリーズ最弱はこのヒートマンか4のトードマンでしょうね。完全パターンだからな。ちょっとかわいそうになってくるくらいだ。ヒートっていうくらいですし、とっても熱そうなところです。ここは一挙バブル使ってみっか。うん、地味。地面の上を滑っていくんですね。さてヒートマン名物ブーンエリア来たぜ。わぁ、この出たり消えたりする足場を使うんですか？クイックマンのレーザーと同じく、ここにはこれくらいしかないですからね。さて、こっからだな。初見ではここはなかなかの難所になるかもしれませんね。2号使わないんだぜ。まあとりあえずはな。1回でも死んだら使うことにするよ。あっぶね。ハイパーグダグダタイム突入だぜ。おしおし、少し先に飛ぶのを意識して、と。うわぁ、怖いです。ここだ。よしよし。ここは完全に初見殺しですね。こいつはエアーマンだったな。ついたついた。シリーズでも最弱と名高いヒートマンですが、攻撃すると炎をまとって突進してきます。逆にそれしかしてこないので完全パターンですね。攻撃してジャンプする、相手は死ぬだぜ。相手が突進してくるまでのための時間が多少変わるくらいだな。その間にしっかり離れないと危ないですね。何度やってもちょっといじめてるみたいで気が引けるんだよな。バーイ。勝ちました。つつがなく終了だぜ。アトミックファイヤーゲットだぜ。アトミックファイヤーは今作では唯一ため打ちすることができる装備です。下前。よし、最後はお前さんだね。わあ、なんだかピカピカなところです。そりゃあフラッシュマンのステージなだけあるぜ。
ようにアトミックファイヤーは種打ちで高威力の攻撃をすることができます。その分消費エネルギーも膨大なので、ご利用は計画的に。滑る滑る、すっごい滑るよ。あれ、なんか壁みたいのがありますね。ここをクラッシュボムでドーンですよ。あ、壁が壊れましたよ。このクラッシュボムの効果も知っておかないと後々困るので、いろいろ試してみるのがいいですね。よし、このままボスのところまで行きたいな。あ、こっちじゃなかったか。いて。ここは落ちると面倒だし、2号の力を借りますか。わあ、ジェットですよジェット。アイテム1号から3号はそれぞれ移動補助の装備ですね。うん、楽ちん楽ちん。あっという間にボスだぜ。ここはルートさえ知っとけば割りかしすぐだからな。これで最後のボスですね。クラッシュマンは時間を止めるという驚異の能力を持つものの、攻撃を受けると飛び上がって喜ぶド M 体質なので、相手を避けるときは注意しましょう。時間が止まってる時のダメージはしゃあない。体当たりさえしっかり避けられればな。勝ちました。ま、こいつも落ち着いて戦えば雑魚だぜ。タイムストッパーゲットだぜ。タイムストッパーはその名の通り、時間を止めることができます。使いどころによっては強力ですね。下前、よし、これでいよいよワイリーステージだな。以上で私の愛したファミコンロックマン2パート2おしまいになります。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。
皆さんこんにちは。私の愛したファミコンロックマン2パート3始まります。今回からワイリーステージ編だぜ。8ボスを倒した後、ワイリーステージ突入というのもシリーズ恒例の流れですね。それでは先に進みましょう。ワイリーステージ1は敵はそれほど多くありません。地形をうまく攻略していくことがポイントとなります。ここは下前したアイテム1号と3号が活躍するぜ。お、早速3号の出番だな。なんだか面白い動きですね。アイテム3号は壁伝いにうねうねと動いていきます。正直1号があればいらない子ですが、狭い場所では重宝するでしょう。こういうところなんかは1号だとちょっとやりづらいな。こいつはスルー安定と。こいつも階段を使えば楽ちんよ。ここは1号先生お願いします。あ、なるほど、そうやって上まで行くんですね。よし、ボスだな。ここはもちろんクイックで。あ、もうボスなんですか。思ったより早かったですね。ま、このステージは短い方だと思うぜ。わあ、落っこちたら大変です。この地形こそ、このステージのボスと言ってもいいですからね。わわわど、ドラゴンですよ。ここは落ちてももちろんミスになるけど、ドラゴンに触れても即死だから注意だぜ。え、俺はジャンプで一番奥の足場に乗ったと思ったら死んでいた。何を言ってるかわからねえと。つまり落ちたんですね。わかります。前列でほとんどロックマンが見えないけど、よーく見ると確かに落ちてるで。わらわら、くっそ、こんなはずでは。ぐぎぎ。くそー、今度こそあのメカドラゴンをギャフンと言わせたら。ワイリーステージ1のドラゴンは炎に再起をつけていればそれほど苦戦する相手でもないでしょう。クイックが弱点ですが、ノーマルでも問題ありません。いて、一番上の足場にいればダメージを受けても落ちにくいぜ。勝ちました。落ち着いて戦えばまず負けはない相手だな。まあ負けてるんですけどね。あれは俺のせいじゃねえ。足場がツルツルなのが悪いんだ。足場が。はいはい、それでは次のステージに行きましょう。さて、ステージ2だな。ここら辺はサクサク進みたいところですね。あ、体力は回復してますけど、武器のエネルギーは回復してないんですね。そうだぜ。だからワイリーステージでは武器エネルギーの無駄遣いは禁物だぜ。ほ、よしよし、うまくいったな。ここも上に行くとクラッシュボムを使わないといけないんですね。後々のことを考えるとかなり致命的になるから、ここは是が非でも奥のところから行った方がいいぜ。後のステージへの穴というなかなか珍しい初見殺しではありますね。まあコンティニューしてもそのステージから始められるから、そこまで大変じゃないっちゃないけどな。お、ここはタケノコゾーンだったっけか。あれ、クイックブーメランは使わないんですか。クイックもまた後で使うしな。一応ここは温存しておくよ。
てて、だいぶ食らっちゃったな。あ、出た出た。ここのあたりはメタルマンのステージに似てますね。そうだな。確かに似てる。ここは当たらないように、慎重にっと。よし、ボスだな。あれ、ボスがいませんけど？ふふ、ここはこの部屋自体がボスだぜ。え、どういう？じゃあ、壁が合体して襲ってきますよ。ここはメタルブレード一択ですね。このボスはちょっとしたミニゲームみたいで楽しいです。俺、2のアイリーボスの中ではこいつが一番好きかな。ドラゴンも捨てがたいけど。いて。すごいダメージです。動きが単純な分、当たった時のダメージはでかいぜ。危ない危ない。勝ちました。何気に危なかったな。あと一発もらってたらやられてた。今度はステージ3ですね。ここもできればちゃちゃっとクリアしたいところだ。このステージもボスで負ける要素はありませんからね。ま、ステージも丁寧に進めていけば問題ないはずだぜ。そうだな。で、下に落ちちゃったか。まあ一号で上がればいいか。お、ラッキー。メタルブレードはまだまだ活躍するから、ここでしっかり回復させておいた方がいいぜ。あとは、クイックでいいかな。ここは駆け抜けた方がいいな。わわ、大きなお魚です。こういうギミックは大概ノンストップで進めば OK だぜ。あら、2匹目出なかったな。お休みだったのかな？ここはちょっと左に寄っておいて。あ。あ、左に寄りすぎた結果がこれだぜ、わらわら。まあある意味期待を裏切らないと言いますかね。次だ次。あ、今度はちゃんと出てきたな。よ。つい。よしよし、こんなもんよ。ブレードでやっつけるか。バブルリード涙目わらわら。泡はどうしても燃費悪いからな。痛いなぁ。もう少し避けるとかなんとかしたらどうですか。多少食らったところでここのボス雑魚だしな。うわぁ、今度は大きなロボットです。ステージ3のボスはワイリーボス最弱でしょう。キャタピラ部分に乗って適当にブーメランで攻撃すればすぐ倒せます。って言ってる間に勝ったぜ。本当にあっという間でしたね。まあ一体くらいこういうボスがいてもいいでしょ。
ージ4はステージ、ボスともにワイリーステージ最高難度と言ってもいいでしょう。気を引き締めていきたいところです。そうなんですか。大変そうです。とにかくボスまでにクラッシュボムは満タンにしておかないとダメだぜ。ここのボスは本当に初見殺しだよな。シリーズの中でもボスで特殊武器が必須になるというのも珍しいのではないでしょうか。武器がないと倒せないんですか？おう。エネルギーが足りない場合、完全に手詰まり。死ぬしかない。ここら辺の尖り方もロックマン2の魅力の一つだぜ。あれ？今床をすり抜けちゃいましたけど、このステージの序盤は見えない穴のギミックがあります。ある武器を使えばどこに穴があるのかわかるので、最初はそれを使うといいでしょう。やっといけた。まったく。ぬ、そんなに頭を打ちつけて何が楽しいんだぜ、わらわら。厳しいんだよ、判定が。よっと、はっと。ああ、下に針がありますよ、落ちたら大変です。ここでついに持っててよかったバブルリードですよ。本当だ、これで穴の位置がわかりますね。あまりにもささやかな見せ場である。なあに、本当のヒーローってのは最後まで出番を取っておくものさ。さてと、ここからがまた面倒なんだ。あ、やべ、うおお、急げ、いぜ、セーフ。何一つセーフじゃないんですが、それは、死ななきゃいいんだよ、死ななきゃ。タイムだけで言えば今のが最速でしょうけどね。ここは楽ちんだこの待ち時間がまたなんとも面倒なのよね。あ、でもラッキここはもう2号使っちゃおう。もう使う場面はないですからね。さて、ここがステージ4最大の難所です。いかにダメージを少なく済ませるかがポイントとなります。ああ、もう、まったくもってうっとうしい。距離を詰めれば弾を避けづらい。距離を取れば復活される。まさしくあちらを立てればこちらが立たずだぜ。そしてこいつね。こいつの攻撃の避け方がようわからんし。ジャンプもできないですし、どうしようもないです。お渡し機でも参考にするしかないですね。ああもうめちゃくちゃだよ。正直ここはボスそのものよりもここでのダメージが最大の敗因だと思うぜ。この体力じゃ、ちょっと厳しいな。録画の関係でロックマンがほとんど消えています。申し訳ありません。あれ、ここも、ボスがいない、です。ここもステージ2と同じで、部屋そのものがボスみたいなもんだぜ。壁に張り付いている警報装置のようなものがボスです。全部倒すとクリアですね。しかし見事に何も見えんな。あ、それでこれがクラッシュボムじゃないと倒せないんですね。そう。しかも必ず壊さないといけない壁が2つあって、基本的にはボムのエネルギーを全部使い切らないと倒せないんだ。だから一発でもボムを使ったら倒しきらないと、かなり面倒なことになるぜ。ちょっと今のは失敗だったな。次だ、次。体力は、まあしょうがないか。こ
ここは絶対買っておかないとな。とにかく敵の頭数を減らさないと話にならないぜ。警報器は一定間隔でそれぞれロックマンに向かって弾を撃ってきます。つまり数が減ればそれだけ弾も避けやすくなりますね。よし、次は真ん中のやつだな。さっき、エネルギーは全部使わないと倒せないって言ったけど、実は一発分はエネルギーを節約することができるんだぜ。最初に倒した左上の警報器とそのすぐ下の壁は一発のゴムで壊すことができます。ただ、失敗した時は根も当てられないので、ここには一発で一個ずつ倒すのがいいでしょう。よし、これで終わりだな。あ、本当にぴったりなんですね。このボスはなかなか鬼畜なボスだと思うぜ。いい勘を使って命からがら倒しましたとさ。カチャーいいんだよカチャー。さて、いよいよか。以上で私の愛したファミコンロックマン2パート4おしまいになります。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。皆さんこんにちは。私の愛したファミコンロックマン2最終回始まります。今回はボスラッシュからだぜ。ワイリー戦直前のボスラッシュもロックマンシリーズのお決まりですね。またあのボスたちと戦うんですか？まあ今回は弱点もバシバシ使ってくしな。サクッと終わらせよう。ヒートマンの弱点はもちろんバブルリードですね。この時点で勝利確定なんだよな。勝利確定のダメージとは言ってない。次だ次。エアーマンの弱点はリーフシールドです。こっちに来るまで待って一気に片付けましょう。いらっしゃい。ほら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 、あっという間です。弱点を使えばこんなもんだぜ。ウッドマンはアトミックファイアーが有効です。種打ちすれば2発で蹴りがつくでしょう。今回はメタルブレード使ってるけどな。エアシューターもいいな。なんでファイアー使わないんだぜ。なんでだろうな。ファイアー使おうと思ってたはずなんだけど。どうして人ごとなんですかね。バブルマンもメタルブレードが有効ですね。メタルブレードの優秀さが伺えるな。そしてこのゴリ押しである。
クイックマンはタイムストッパーが有効です。半分くらい削ればあとはストッパーで倒せます。ステージが平坦なだけでだいぶ戦いやすいな。光魔法かっこいいポーズだぜ。確かにピカピカしてるしな。クラッシュマンはエアシューターを数回当てれば勝てます。ダーマヤー。メタルマンはメタルブレードが2回当たると砕け散ります。自分の武器が最大の弱点ってのも哀れなもんだぜ。フラッシュマンは適当にバスターでいじめてあげると飛び上がって喜んでくれます。これはひどいわらわら。よし、それじゃあワイリー君に引導を渡しに行きますか。ワイリー第一形態は正直雑魚です。完全パターンですね。さて、こっからだ。第二形態の攻撃は非常に避けづらいです。中途半端に避けずにメタルブレードでゴリ押し安定ですね。やればわかるけど、こいつの攻撃は本当に避けにくいぜ。危なかったです。なんとか押し切れたな。まだおしまいじゃなかったんですね。逃げたワイリーを追っかけて最後の戦いに向かうぜ。なんだか気味の悪いところです。この BGM のない演出もいいよな。さて、ラストボスエイリアンはバブルリードのみダメージが通ります。ロックバスターすら弾かれるのでエネルギーが切れたら終わりですね。ワイリーが宇宙人になっちゃいましたよ。ワイリーは宇宙人だったんですか。ま、それもこいつを倒せば全部わかるわいね。しかしロックバスターすら無効ってのもなかなかだよな。まあここまででバブルリードを使い切ってるってことはそうそうないと思うけど、初見の時はかなり困惑すると思うぜ。最後の最後でまさかのバブルリードだもんな。これでしまいじゃ。勝ちましたー。あー、今のモアイリーのロボットだったんですね。正体見たりってな。
というわけでお疲れ様でした。今回も楽しいゲームでしたね。今回は動画中コメント読みできなかったから、最後まとめてやることにしたぜ。おまけパートとまではいきませんがね。ちょっとだけよ、といった感じです。このままなしでもいいかな、とも思ったんだけど。やっぱ俺の動画にはこれがなくっちゃな。ってね。それじゃあ早速始めていくんだぜ。はい。皆さん今回もたくさんのコメントありがとうございました。うぽつ、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 にこつ。もうこの年代昔なんだなぁ。そう考えると感慨深いですよね。ドラえもんの誕生日が来る頃は、どうなってるんでしょうね。初代じゃなくて2をプレイするのか。どっちからやるか、かなり迷ったんですけどね。でもそれやってると結局全部やらないといけなくなりそうなので1は削りました。クラッシュマンかっけー。わかりますわー。メタルマン、エアーマン、クラッシュマン。やっぱり皆さんそれぞれの順番がありますよね。武器ならメタルブレードが万能すぎて困る。本当に困るくらい万能。ターマやー、なるほど。この時期にうぷしたわけだ。まあ花火大会というにはあまりにも寂しい感じでしたけどね。自分の武器が弱点というシリーズ中最も謎なボスでもある。そうですよね。しかし2発っていうのは何かバグじゃないのかと思いたくなるレベルですね。ゲームボーイ版の BGM もいいんだよな。ゲームボーイのロックマンも猿のようにやってましたね。なんだ、いつものウプ主じゃないか。皆さんに安心をお届けする、そんなウプ主です。こいつのこといつもムックって呼んでたわ、わらわら。ムック、確かに似てるっちゃ似てる。最大の敵は点滅だなわら。今回ところどころ非常に見づらい、というか見えない場面が多くて申し訳ありませんでした。プレイしてる画面はあそこまでひどくないですもんね。おそらく分解してキャプチャーしてるのが原因かと思われます。よしずみ、確かにそんなネタあったな。下前、皆さんご協力ありがとうございました。メタルを上方向に打ち続けるとフラッシュマンの体が浮いて天井にゴンする。そんな小技があったんですか。このパスワード未だに覚えてる。僕も子供の頃はずっと覚えてましたね。3号機はキャンディに見えるんだよなぁ。おぉ、気が合いますね、あなた。なんで反転してんだろうな。ね。バグか設定ミスなのか。下の回ってるやつはビデオテープだよね。今の子はもうビデオテープなんて知らないんだろうな。壁、そ、のもの、ちょくちょく入ってくるタコネタシリーズ、結構好きよ。なおタスさんは2発残す模様。ロックマンタスは見せて楽しいですよね。今回は以上でコメント読みおしまいになります。いつもコメント、マイリスト、お気に入り誠にありがとうございます。今回もとてもサクサクプレイとはいかなかったけど、ウプ主の下手プレイを楽しんでもらえたら嬉しいんだぜ。こいつ下手すぎわらわら俺の方がうまいわらわらという方も、アクションは苦手、という方もにはとても遊びやすい難易度なのでぜひ一度プレイをおすすめします。それでは短い時間でしたが今回はこのあたりで。以上で私の愛したファミコンロックマン2おしまいになります。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。